北ホラーサーン州はイラン北東部の州。北ホラーサーン州は2004年のホラーサーン州の3、分割に伴って成立した州である。州都はボジュヌールド。ホラーサーンは長い歴史を通じ、幾多の王朝が支配し、あるいは起こり滅びた土地であり、アラブ、トゥルク、モンゴル、トゥルクマーン、アフガンなど様々な人々が到来し、歴史に変化を与えてきた。 イラン古代の地理学者はイランを8地域に区分したが、そのうち最大で最も繁栄していた地域がホラーサーンである。エスファラーアイエンはホラーサーンにおけるイラン到来後のアーリア人の中心的居住地の一つであった。アルサケス町は長い間、ホラーサーンのメルブ近郊を基盤とし、エスファラーアイエンもニーシャープール地域の重要拠点であった。サーサーン長期には、 パドグースバーンという称号を持つエスパフボドと4つに分割した地域それぞれの大種が収めた。ホラーサーンはイスラーム征服後、ニーシャープール、メルブ、ヘラート、バルフの各都市を中心とする4地域に分割されている。651年、アラブイスラーム勢力がホラーサーンに侵入し、以後820年までアッバース町の支配下にあり、 896年イラン系、ターヒルアサ、900年サーマーン朝が続いた。ガズナーサのスルターン・マフムードが994年、ホラサーンを征服。さらに1037年には、セルジューク朝の初代スルタン・トゥグリル・ベグが、ニーシャー・アブールを征服している。その後、ホラサーンをめぐって、セルジューク朝とガズナーサの対立が続き、最終的には、ガズナー社が、 スルターン・サンジャルを破った。しかし1157年には、ホラズムシャー朝の支配下に入り、モンゴル帝国の侵入を受けイルハン朝の領域となった。14世紀に入ると、サブゼバールのサルバダール運動による独立の旗が掲げられるようになった。1368年、ティームールがホラーサーンを手に入れ、ヘラートをその首都とした。1507年、ホラーサーンは、 ウズベク族に征服された。1747年のアフシャール・朝のナーディル・シャーボツゴはアフガーンの勢力圏となっている。ガージャール・朝の時代にはイギリスがイギリス東インド会社の保護のためにアフガーンを支援しヘラートはイランから分割された。ナーセロ・ディーン・シャーはヘラート奪還を目指したが果たせなかった。最終的に1903年のパリ条約によってイランは ヘラートを含む今日のアフガニスタン領域への領有権主張を取り下げることになる。こうして、ホラーサーンは人口中密な東部地域がイギリス保護下に入り、残余の西部地域がイラン領として残ったのである。ホラーサーン州はイラン最大の州であったが、2004年9月29日に北ホラーサーン、南ホラーサーン、ラザビホラーサーンの3州に分割された。 州都の軍の他に、シールバーン軍、ジャージャルム軍、マーネバサムラガーン軍、エスファラーイエン軍、ボジュヌールド軍、ファルージ軍、ガルメフ軍がある。ホラサン地域には、ペルシア、ホラーサーニートルク、トゥルクマーン、クルド、アラブなどのエスニックグループが住む。また近年は、アフガン難民が流入し、かなり大きなコミュニティを作っている。州内には、 イラン国内最大の貿易サイト交渉があり、2010年代にはアルミニウム精錬が行われるようになった。このアルミニウムはイランが国産化を進めている巡航ミサイルの固体燃料にも利用されている。ベシュガルダッシュ。州内には泉、小さな湖、洞窟、自然公園、自然保護区、散策地など多くの自然を活用した観光地がある。また、 イラン文化遺産協会には、ホラーサーン3州全体で1179箇所が登録されている。北ホラーサーン州の主な名所は以下の通り、ありがとうございます。